とかチヂミとかね、韓国のあのチヂミってありますね、はい、卵つけて焼く、ああいうのもこういうのでされるんですよね。そうなんですね。チヂミ用ってちょっと薄くね、はい、なんか別に切るんですけど、法事の時はね、韓国の方はテレビよくしてるでしょ、韓流なんかみたいな、はい、卵つけて、あれこの辺される方多いんですよ、牛肉でやるんですね。牛肉でやるんですよ。でもエビとかともさ、はい、ね、お魚でもするけど、はい、あの牛肉でチヂミも作るんです。粉だけのあのチヂミもありますけどね、あの牛肉のチヂミはいつもね、注文いたい。ピカタっていうやつですよね。そうそうそう、洋風だとピカタですね。それをお聞きしたことがないするんですね。あの今朝は掃除の時にご先祖様にね。だからね、この辺多いんです、韓国のおばあちゃんたちが多いからね、きちっとそんなのが掃除されてるんです、前に同じ方が年末とかね、お盆もそうですけどね、チヂミは別切りさせていただいて、ちょっと薄めに切るんですね、焼肉用のね。そうなんですね。